皆さんこんにちは、編み編みカンクルクロセットです。今回はグラニーサークルの基本的な編み方をご紹介いたします。規則に従って編んでいけば好きな大きさまで広げて編んでいくことができますので、スツールカバーやラグなどの応用に参考になさってみてください。それでは早速編んでいきます。まずは輪の作り目をします。指に2回巻きつけて輪の形にしたら、輪の中に針を通して向こう側の糸を手前にくぐらせてきます。ここから鎖編み3目で立ち上げます。1、2、3。次に輪の中に長編みを1回編みます。次に鎖編みを1回編みます。はじめの鎖編みの3目を長編み1回分と考えて、長編み2目と鎖編みが1回編めたような形になっていますが、これが今回のグラニーサークルを編む上での基本のパターンになります。輪の中にまた基本のパターンを1回編んでみます。長編みを1回、2回、鎖編みを1回。これで今輪の中に基本のパターンが2箇所入ったような形になりました。同じようにして輪の中に基本パターンが全部で6つできるように編んでいきます。今2つ編めましたので、これで3回になります。5回、6回、基本パターンが輪の中に1、2、3、4、5、6回編めました。ここで輪を引き締めておきます。糸端を引っ張って二重になっている輪のうちの縮んだ方の内側の糸を引っ張ります。最後にもう一度糸端を引っ張って、これで中心の輪が引き締まりました。はじめに鎖編みを3目編んだ3番目の目のところに針を入れて引き抜き編みをします。これで1段目が出来上がりました。そのまま次の目に引き抜き編みを1回、前の段で鎖編みを1目編んだ次の目にも引き抜き編みを1回します。ここから鎖編み3目で立ち上げます。前の段で鎖編みを編んだこの穴が開いて見えるところに長編みを1回、鎖編みを1
回編みます。同じところにもう一度基本のパターンを編みます。これで今同じ目に基本のパターンが2回編めました。次の部分、前の段で鎖編み1目を編んだこの穴のところに同じようにまた基本のパターンを2回編みます。1回、次のところにも基本のパターンを2回編み入れます。1回、2回、同じように残りの部分にも基本のパターンを2回ずつ編み入れていきます。最後まで編めたらまた立ち上がりの3目のところに針を入れて引き抜き編みをします。これで2段目までが編めたことになります。先ほどと同じように次の目に引き抜き編みを1回、また次の目、前の段で鎖編みをしたところにも引き抜き編みを1回します。ここから鎖編み3目で立ち上げて、同じすぐ下のこの穴に長編みを1回と鎖編みを1回編みます。次の部分に移って基本のパターンを2回編み入れます。1回、2回、次の部分に移って基本のパターンを今度は1回だけ編みます。次のところには基本パターンを2回です。次の部分には基本パターンを1回編みます。次の部分には基本パターンを2回編み入れます。
同じようにして残りの部分にも基本パターンを1回、基本パターンを2回、これを繰り返しながら編んでいきます。1周編めたら鎖編み3目で立ち上げたところに引き抜き編みをして、これで3段目までが編めたことになります。次の目に引き抜き編みを1回、次の目にもまた引き抜き編みを1回してから、ここから4段目を編んでいきます。鎖編み3目で立ち上げてから、長編みを1回と鎖編みを1回編みます。次のところで基本のパターンを2回編み入れます。次のところには基本パターンを1回、次のところにもまた基本パターンを1回編みます。次のところで基本パターンをまた2回編み入れます。ところにはまた基本パターンを1回編みます。次のところにもまた基本パターンを1回だけ編みます。次の部分で基本パターンを2回編み入れます。この段では基本パターンを1回1回2回1回1回2回を繰り返しながら1周編んでいきます。1周編めたところです。編み始めが基本パターン1回から始まっていますので、最後も基本パターン1回で終わっています。鎖編み3目のところに引き抜き編みをして、これで4段目が編み終わったことになります。同じように次の段に進む前に引き抜き編みを2回してから、ここから5段目を編んでいきます。鎖編み3目で立ち上げてから、まずはすぐ根元のところに長編みを1回、鎖編みを1回します。次の部分にも基本パターンを1回だけ編みます。次の部分にも基本パターンを1回編みます。
次のところで基本パターン2回を編み入れます。ところにはまた基本パターンを1回、次のところにも基本パターンを1回、また次のところにも基本パターンを1回編みます。次のところには基本パターンを2回編み入れます。1回、2回、同じようにこの段では基本パターンを1回ずつを3回編んだ後に2回編み入れる、1、2、3回編んでから2回編み入れる、これを繰り返しながら1周編んでいきます。1周編めたらまた立ち上がり3目のところに引き抜き編みをして、これで1、2、3、4、5段目が編めたことになります。また引き抜き編みを2回してから、ここから6段目を編んでいきます。まずは鎖編み3目で立ち上げてから、長編み1回と鎖編み1回を編んで基本パターンを1回作ります。この段では基本パターン1回を4回と次の部分で2回編み入れるを繰り返し編む番ですけれども、基本パターン1回ずつが偶数になる場合、今回は4回ですが偶数になる場合は、編み始めはまずは半分の数から始めていきます。ですので基本パターンを4回編まずに、まずは基本パターンを1回ずつ2回編んでから、次のところに2回編み入れます。ここから先は基本パターンを1回ずつをまずは4回編みます。1回、1回ずつが4回編めたら、次の部分で基本パターン2回を編み入れます。1回、
同じように基本パターン4回と次の部分で2回編み入れる、これを繰り返しながら1周編んでいきます。1周編めて引き抜き編みができたところです。ここまでの編み方を一度整理しながら見ていきましょう。まず1段目は基本の編み方を6回、2段目では基本の編み方2回ずつを6回編みました。3段目以降は基本の編み方1回を編んでから2回編み入れる、次の段では基本の編み方2回を編んでから2回編み入れる、3回編んでから2回編み入れる、4回編んでから2回編み入れるということなので、次の段では基本の編み方が1回増えて基本の編み方5回を編んでから2回編み入れるというように基本の編み方が1回ずつ増えていくことになります。さらにもう一つのルールとしては、基本の編み方が偶数の時、偶数で始まる時は一番初めの目を半分の数から編み始めていきます。4段目を見ますと、基本の編み方2回を編んでから2回編み入れるというルールですが、編み始めは1回編んでから2回編み入れる、その次から2回編んで2回編み入れるの繰り返しになります。同じように6段目では基本の編み方4回を編んでから2回編み入れるのルールですが、編み始めは基本の編み方2回を編んでから2回編み入れる、その次から4回と2回編み入れるを繰り返し編んでいきました。このルールに従っていけば好きな大きさまで広げて編んでいくことができるかと思います。ぜひ参考になさってみてください。今回はグラニーサークルの編み方についてでした。